サンバーは、哺乳孔具定目仕掛か,かるサジュ家族に分類される鹿。別名水録。インド、バングラデシュ、スリランカ、中国南部、海南島、台湾、インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマー。体長170から270センチメートル、お腹約30センチメートル、肩高120から150センチメートル、体重150から315キログラム。 オスのみに角があり、角は基部で一本、先端でさらに一本枝分かれする。体毛は肺褐色から暗褐色で、尾は暗色、頸部の体毛は長い。別名の水力は漢字では水鹿と表記し、名前の通り水辺に生息していることが多い。泥浴びを好み、単独もしくはメスと幼体からなる小規模な群れを形成し生活する。 夜行性で、昼間は、木陰などで休む。天敵としては、トライアドールが挙げられる。食性は草食性で、草や果実、また木の芽を好んで採持し、木の葉、水草なども食べる。現在、七種が認められている。19世紀にアメリカ合衆国のフロリダ州、オーストラリア、ニュージーランドに人為的に導入されている。日本においては、 朝動物公園のみで飼育されている。角はナイフの柄などに使用され、実用性、装飾性の両方に優れている。富士重工業の軽自動車のうち、軽トラックと、その派生バンワゴン車のペットネームであるサンバーは、本種に由来する。ありがとうございます。